球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルよろしくお願いいたします。司会の半田愛です。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをいたします。さあそしてゲストご紹介いたしましょう。ヤクルトの黄金期を支えた名手でいらっしゃいます飯田哲也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。飯田さんプロ生活20年、はい20年ありましたね、はい。その後コーチとして古巣ヤクルト、またソフトバンクで、勤められまして、はい、昨年からは母校であります拓大光陵高校の非常勤コーチも務めていらっしゃるということですね、はい、いろいろとお話を伺ってまいりたいんですが、うんはい、まずあの野球を始められたのは小学校、まあ、少年野球チームに入ったのは4年生です。4年生、はい、それまではあの学校の仲間で遊んでたぐらい、で 4年生になってその学校にある軟式チームに入りました。なるほど、はい、どんな野球少年だったんでしょう、うん、そうですね、だ僕おじいちゃん子で、おじいちゃんが野球のアンパイアをしていて、ああそうですか、でおじいちゃんによく球場とか連れて行ってもらって、はい、野球を見に行って野球が好きになったっていうのがところですね、はい、東京の、うん、調布のご出身でいらっしゃいますが、後、はい、楽園球場ですか。そうです、後楽園、ジャイアンツファンですね、やっぱりね。あちょうど僕が見に行った試合で貞治さんが、はい、ライトスタンド、僕の近くにホームランボールを飛んできて、おうわすげえというなんか感動を覚えたのを覚えてますね、はい、ではまあ野球を始められた頃から、うん、プロ野球選手というのは夢であった。まあ、大雑把な目標というか、はい、なりたいなっていうのはやっぱりありましたけど、まあ、なれるとは思ってないし。そうですか。でもおじいちゃん曰く、はい、あいつはすげえ選手だっていうふうに周りに言いふらしてたらしいです。へえ、そのもう幼い頃から、はい、僕のところには届いてないんですけど、周りの親たちにうちの孫はいいだろういいだろうってこう言い回ってたらしいです。そうですか、はい、それおじい様はどこを見てらしたんですかね。アンパイアやってるんで、はい、まあ、野球のことは分かってると思うんで、はい、センス、うん、センスが分かんないです。うちの孫には素質があるなという、いやあいつはすごいっていうふうに言ってたらしいんでね、はい、あのプロになられたということはおじい様はご存知で、ね、中学校の時にね亡くなっちゃったんで。あそうでしたか。でも、うん、喜んでくれてると思います、はい、そうですよね、はい。おじい様もその素質を、もう発見をされていて、野球少年として育っていらして、はい、高校拓大光陵高校を選ばれたのはどういったことだったんですか。中学校の野球部長が、拓大光陵小枝さんの日大で、はい、一緒で来てみないかっていう話がいただいたんですけど、僕は帝京と日大三高に行きたかったんですよ、はい。そうだったんですね。だけどセレクションってこう自分をアピールすると、はい、帝京と日大三高に行ったんですけど、はい、帝京はダメですと。どうしてですか。分かんない、上手くなかったんじゃないですか。でも日大三高と拓大光陵はぜひっていうふうに言われたんですけど、拓大光陵は、はい、特待で、はい、取っていただけるっていうことだったので、親がそっち行きなさいと。なるほど。いうことで拓大光陵になりました、はい、千葉の学校になりますね。そうです、あの木更津でもう全野球部は寮がありましたんで、寮に入りながら施設を見ながら、はい、まあ、それだったら親もこう安心だねっていう話で、じゃあ行ってきなさいっていう感じです、はい、設備もいろいろと整っていたんですか。もう完璧でしたよ。あそうなんですね。室内練習場もウエイト場も専属の球場もありましたんで、これはすごいなと、まだ有名校になってまだ間もない頃だったので、はい、新しいでしたし、うん、まあすごいなと思ったぐらいなんで、完璧でしたよ、はい、それでも野球も伸びていきそうですね。ねえ、あんなに辛いとは思わなかったですけどね辛かったですか、高校時代。辛かったですね、はい。何が一番きつかったですか。やっぱ最初共同生活やっぱ慣れないじゃないですか。あ、はい、先輩がいる中ね、まあ、礼儀作法だったり、そういうのはまだ中、まあ、高1なんでね、あんまりわからないじゃないですか、はい、
そうそう挨拶しろだなんだかんだってね、こう怒られたりしてね、まあきつかったですね。はい、昔の、典型的な野球部でしたから。小枝監督は、はい、アンダー18の日本代表監督も、はい、務められた名将ですが、はい、どんな監督さんでしたか？ね、すごいこうニコニコってしてこういい人っぽく見えるんですけど、はい、めちゃくちゃ怖いんで。そうですか。外面はめちゃくちゃ良かったですニコニコの人の怖いは本当に怖いやつですよね。本当に怖くて昔はこうバットでケチ叩かれたり頭叩かれたりもあったんですけど、でもね野球の一からもう本当教わった監督なので、いや本当に師匠ですよね。師というか、まあ小枝さんに出会えて本当良かったなと思います。はい、何かこうかけてもらった言葉で印象的なものは、うん、そうですね、まあ、僕が、プロになる時に、まあ、子供に夢を与える選手になりなさいよと、そして大人に感動を与える選手になりなさいという言葉をいただきまして、地道に頑張ってきたんですけどね、まあ、そういう選手になれたかは僕から言えないですけど、まあ、感動を与えれて子供に夢を与えれる選手にはちょっとではなれたのかなとは思いますけど、はい、まあ、少しちょっと飛んでしまいますが、そういった意味ではヤクルトで、はい、飯田シートありましたよね。やりました。10年くらいですか？はい、10年くらいやったかな、もっとやったかな、まあ、毎試合ね神宮に少年野球チームを招待して、はい、それが認められてゴールデンスピリッツ賞をいただきました、はい、でもそれはまさに小枝監督がおっしゃってた子どもたちに夢を見せて、まあ、そうですね、少しでも貢献できたらなと思い、球団にお願いして、こういうシートを作りたいんですがということを、受け入れていただいて、まあ、本当良かったと思います、はい、その時はあれですか、その守っている時にはこう背中にその子どもたちを感じてということも、そうですね、悪いプレーもできないしいいお手本になれればなというところでセンターの後ろに席を確保してもらったんですけどね、はい、招待する人数もそうでしょうし、はい、もう年月としても長い間、うん、そうですね、まあ、続けれる限りやろうと思っていて、はい、レギュラーでいる限りは続けようと思ってはいました、はい、素晴らしい、うん、プロとしての背中を見せた飯田選手だと思います。そうですね、ありがとうございます、はいはい、高校時代戻りますが、はい、3年生の時には副主将でいらした。そうですね、はい、そして、うん、春夏甲子園出場。そうですね、本当にいい思い出ですよね、まあ、中学校から高校行く時にやっぱ甲子園出るためにこの学校に来たんだと思って、やっぱり2年生の時はかなわず、もう最後の春夏なんでね、でもチームメイトに恵まれたってことですよ結局は。一人が良くてもね、千葉って相当レベル高いんで、そうですね、一人じゃ勝てないんで、やっぱチームのみんながいての甲子園なんでね、本当チームメイトに恵まれたなと思いますね、はい、その甲子園成績活躍のほどはいかがだったんでしょうか？そうですね、春夏ともベスト16ベスト8に行くときに負けたんですけど、まあ、僕の中では甲子園に出れて喜びすぎちゃったっていうのが、はい、こうやっぱり強いチームって全国を制覇するぞってこう練習するじゃないですか、僕らは甲子園行くぞっていう練習だったんで、なるほど、やっぱ意識がちょっとね、甲子園行けたっていうことで舞い上がってしまって、思うような力が出せなかったのかなと思いますね、はい、そういった空気感というのはあの甲子園の中で感じられましたか？そうですね、やっぱり全国を勝つぞって来てるチームと甲子園でやったっていうチームじゃやっぱり力の差は出ますよね、やっぱりね、はい、でもその経験も、含めて、はい、プロに、まあ、入っていかれるわけですよね、うん、そうですね、うん、まあ、僕も体がちっちゃいですし、ずば抜けてこれがいいってものはなかったと思うんですけど、
運よく、はい、ドラフトしていただいてヤクルトに入ることになったんですけど、はい、まあ、ラッキーというかもう運ですよね、はい、その86年ドラフト当日は、いや普通に授業してましたよ、はい、まあ、ドキドキもせず、ああそうですか、全然しなくて、まあ、さすがにテレビも見れないラジオも聞けないんですが、はいはい、授業中でも休み時間に先生が来て、ヤクルト指名されたぞっていう感じで、はいはい、どうでしたかマジみたいな信じられなくて、まあ、すぐ監督のとこに行って、はい、お前行けみたいな感じで言われたんですよね、はい、その予感というのは、予感はありますよ、あ、はい、あの練習日にスカウトの方とかが来てたりとか、まあ、かけますよとか、ないんで指名しますよっていうのは僕は聞いてないんですけど、まあ、かかるんじゃないかっていう話は監督からはいただいてはいました、はい、高卒での入団、うん、87年かかるキーヤーということですよね、はい、うん、関根潤三監督の1年目でしたっけですね、僕キャッチャーで入団したんですけど、はい、プロのピッチャーのブルペンで取る、はい、全然取れなくて、すごい変化球すごすぎて、親指がもうパンパンに張っちゃって、本当にこんなところでやんなきゃいけないのかっていう覚えはありますね、はい、どのあたりからこうキャッチできるようになってくるんですか。まあ、そうですね、やっぱ毎日200球300球取りますから、いやそれでやっぱり慣れというか、うん、だん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 こう取れるようになってきて、まあ、変化球のキレが全然違うんですよね、やっぱりね、うん、鋭いスライダーだったりフォークだったり、はい、そんな見たことなかったので、あ、やっぱ慣れも必死にやりましたけどね、はい、ではそのまあ入団されて、まあ、プロの野球というか凄さを感じたのはまずは投手のそういった球だとか、はい、そうですよ、キレだとか、もう力も、ね、すごいですし、はい、まあ、バッティング練習なんかを見ててもうわ飛ばすなとか、全部ヒットだなとか、そういう僕らなんかは本当に非力で非力で、もう外野に飛ぶホームラン打つなんて僕は全然イメージがわからなかったです。そうですか、はい、同期入団ですと土橋さんですとか、はいはい、今ヤクルトのコーチでいらっしゃいますが、はい、あと、ギャオス内藤さんもですよね、はいはい、同期の皆さんとはどうなんでしょうか、入団からこう。そうですね、僕は千葉で土橋とは、よく戦ってたんですけど、でまあ、土橋はやっぱすごい選手、ドラフト2位だったんで、うん、すごいのは分かってたんですけど、うん、まあ、千葉ということでね、いろいろ、休みの日は一緒に遊び行ったりとか、あ、そうですか、まあ、知ってるやつがいてよかったなっていう感じで、不安じゃないですかやっぱり、ね、知らない人ばっかりなんで、そうですよね、でまたテレビで見てる人たちがいるんで、やっぱ不安の中ね、うん、まあ、知ってる人が一人でもいてよかったなっていう感じはしました。はい、あのドバイさんであったり、お休みの日はどうされてたんですか。そうですね、なんかいろいろ買い物行ったり映画行ったり、リラックスはしてましたけど。お買い物というのはどのあたりに。そうです、渋谷、池袋、新宿、あ、まあ、僕は、まあ、僕とドバイシは東京と千葉出身なんで、はい、まあ、知ってるんですけど、そこにギャオスが来たり、同期が来たりっていう感じで、はい、いろいろ行きましたね。声かけられませんか。いや全然まだまだ。ああ、そうですか。それは一軍定着しないとやっぱさすがに無理ですよ。そうですか、はい、まあ、そのプロの、まあ、レベルというものもある意味こう感じられて、うん、生活を始められ、うん、まあ、捕手として入団をされるわけですけれども、はいはい、4年目ですね、ポジション。そうです、野村さんが来てからです、はいはい、まずセカンド、まあ、それもセカンドっていうのはキャンプ中にはセカンドはやってなくて、はい、トマシノさんの不調でその年、トマシノさんの代打で僕が行って、ホームラン打ったんですよ、その打席で、はい、で、飯田セカンド入れって言われたんですよ。なるほど。だコンバートじゃないんですよ、命令なんですよ、ね、そこに入りなさいと。だからセカンド練習もしてない、はい、トマシノさんの代打で行っ
って、はい、そのままセカンド入れって言われたんです。なるほど。そんなやついます？珍しいかもしれないですね。いや絶対僕だけだと思いますよ、でも、まあ、そ入れるだろうという見込みですよね、監督から。ノックもしてないんですよ。あ、はははは。キャッチャーの練習しかしてないんですよ、その日まで、はい。グラブはどうされた？借りましたよ。どなたに？その丸山コーチに。あ、コーチに、はい、でも本当に突然ですよ。本当に突然なんですね、はい、そうですか。ハンさん、ちょ明日紅白の司会ねって言われるようなもんですよ。いやいやいや、もう足がすくむどころじゃないですね。そんな感じですよ、僕だって。ちょっと時間くださいですね。ですよね、はい、もうでも行けって言われちゃったら、ね、もう、はい、行くしかないんで。試合ですもんね、はい、あ、なるほど。で次の日からもスタメンですよ。ははは。1番セカンド。実際どうでしたか、まあ、そのいろいろと環境が変わったと思いますが。そうですね、受け取り方としては、まあ、だからできちゃったんですよね。ということですよね。でも先輩いるんですよ、はい、セカンドの人が、はいはい、まだ、ええ、で僕が出てるんですよ、うん、でその人たちは何こいつみたいな感じじゃないですか、うん、と思わないですか。そうですね、普通思いますよね、まあ、キャリアとして言い出さよりも長い先輩が、なんであいつセカンドやってんの、はい、みたいな、はい。それはでも野村監督はそういったこともひっくるめての命令だったんでしょうか。それはもちろんそうですけど、だ監督が決めることなんで、はい、いや僕はもうだから素人だし、はい、ショート池山さんだし、はい、怒られるし。うん、怒られましたか池山さん。怒られますよ。あ、だからでもその1年やりましたけどね、はい、うん、でも 1年勤められたわけですよね。そうです。それはやっぱりその野村監督の見る目と言いますか、はい、というところが。よくこういろいろコンバートして成功するとか、はい、まあ、ヤクルトでいうと、まあ、僕だったり、まあ、土橋も外野からセカンド行ったり、畑さんがキャッチャーから、ね、外野行ったりっていうのは、はい、いろいろありましたけど、はい、僕ぐらいじゃないですか、あのぶっつけ本番っていう。そうですよね、はい、練習があっての試合じゃないんで、はい、試合中に言われたっていうのは僕だけだと思いますよ、はい、そのタイミングでの指示というのは、うんうん、まあ、後々でも野村監督に、はい、聞いてないです。あ、はい、その、まあ、意図といいますか、まあ、真意みたいな、まあ、僕は試合出れてるので、はい、まあ、ラッキーっていうか、よしやろうっていう君には、なんで僕がセカンドなんですかっていうことは聞いたことないです。聞くことも難しい感じでは。野村克也ですよ。聞けるわけないじゃないですか。はい、そうですよね、はい、あ、でもそのまあ当時その保守、ヤクルトの保守というのは本当に多士精製であったわけですよね、うん、でもある意味古田さんがヤクルトに来てくれて、はい、僕が誕生したのかなって思いますけどね。あ、古田さんが入ってなかったら僕はキャッチャーでやっていたのかもしれないし、はいはい、そしたらセンター井田っていうのは生まれてなかったかもしれないので、はい、だから本当に運なんですよ。いや、なるほど、はい、運をつかめるかつかめないかですよ。それもまあプロとして大きいことですよね、うん、もう一番大事ですよ。あ、一番運なんで、はい、で僕がたまたまヤクルト入って野村監督、ヤクルトの監督になったのも運だし、うん、もう運ですよ、はい、運、はい、うわ、プロ生活この後も運をつかむことがたくさんありましたか。運はそうですね、まあ、その運を逃さないという場面はありましたか。そう、運をつかめないとレギュラー取れないんで、うん、チャンスは ある程度くれるわけですよ、ええ、やっぱり、はい、そこでまあ、結果出すか、いい、こう、あ、こいつ使ってやろうかなっていうプレーができるかできないかでもう1軍2軍決まっちゃうんで、だその、まあ、プロに入ってくるぐらいなんでみんなレベルはそこそこ一緒なんですよ、そこで本当運をつかむか離しちゃうかの差なんで、うん、レギュラーって、だから本当、うん、まあ、掴んだ人間がレギュラーしてるってことですよ、
はい、では次回もですね、はい、その運をつかんで、そしてまあコンバートの後、はい、まあ、転職といえる、うん、まあその巧みな守備について、はい、どんどんと伺ってまいりたいと思いますので、わかりました、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ということで、引き続きチャンネル登録そしてグッドボタンお願いいたします、はい、ありがとうございます。ではまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。今日は、新興エンジニアのセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。